お世話になります、一人でございます。ポケモンデーで、新パラダックスポケモンのね、うねる源、鉄のイサハ出てきたと思いますが、まあ、こいつら最強レイドかと思いきやそうじゃなかったんで、普通に攻略できる、まあ普通のレイドってことですね。だからあえて攻略情報ってあんま言う必要ないのかもしんないですが、一応ね、まあなるべく簡単にクリアできるように、まあどんなポケモン使えばいいのかなってことを、まあちょっと実践しつつご紹介していければなと思います。まあとりあえずこのドドゲ山でいきたいと思います。持ち物命の玉で、まあそんなね攻撃する回数も多くなさそうだし、相手のこっちに対する技もそんな強い技ないと思うんで、これで大丈夫だと思います。で、技が、まあ、土下山と剣の前ですね。これ使っていくだけなんで、他の技はどうでもいいと。で、あとは、努力値は一応攻撃と HP に振ってますが、まあまあ、この辺りも大体で、とりあえず攻撃には振ってあれば大丈夫なんじゃないでしょうか。で、攻撃上がって、特攻が下がる性格でね。まあ、これも、とりあえず攻撃上がってればいいっていう感じなんで、特性負けん気なんですが、これは多分あんま関係ないかな。なんでそんな特性ではなんかあんま変わる感じはしないと思うので、これでやってみたいと思います。はい、やり方は至って単純でございます。剣の前積んでいくだけです。あとはちょっとね、味方のやっぱね問題もあるんで、運要素はどうしてもあると思います。逆に味方が強すぎたりすると相手に攻撃与えすぎてワンパンとかが大変になるっていうか、壁張り状態から攻撃したりしたら、結構時間かかっちゃうんで、そのあたりのね、感覚ダメージ調整も結構重要だと思うんで、まあ、そんなそれは狙ってできないと思いますけどね。はい、今こんな風に入ってて、まあ、とりあえず剣の前積んで、さらにここで応援行けたら行くって感じですかね。イケドン、ただこのタイミングでやっちゃうと相手壁張っちゃうかな。壁張らないでくれよ。壁張っちゃうかな。壁張らないよ。オッケー、壁張らないでくれ、頼む。オッケー、このまま土下座でオッケー。勝った、これ勝った、これ勝ちましたね。はい、これでワンパン、ワンパン、ありがとうございました。余裕ですね。だからこれはなんならあれですね、ダメージ、自分へのダメージがめっちゃ多くなるか、まあそこの心配か、あとは壁張られるかどうか、そこのタイミングをうまく調整できるかによってワンパンできるかどうか決まるっていう感じですね。まあ、こいつはだから余裕という感じでございますよ。はい、じゃあ次はうねるみなもね、やっていきましょう。まあ、こいつは、鉄のカイナが結構いいらしいですね。さっきとは違って、普通にさっきはただ相性のいいポケモン出してたみたいなところありますけど、一応作戦というか、まあ作戦ほどっていうほどじゃないけど、いつもと比べたらね、まあ一応あるということで、鉄のカイナは、まあ命の玉とか持たせて、まあこれもね、もっと安定させたかったら、お盆の実とか、いろいろ調整してっていう感じで、まあ腹太鼓から充電して、ワイルドボルト、みたいな感じで、一応それが作戦作戦でも何でもないけど、まあそんな感じです。で、攻撃上がって得を下がる性格で、攻撃と HP に振るって感じかな。まあこの振り方も攻撃とりあえず振っときゃ、まあ別に、最速じゃなくなるかもしれないけど、まあ、倒せると思いますんで、まあ、今回はあんまりね、そんながっつり説明する必要ないですね。まあ、とりあえずこれやってみましょう。まあね、今回もご多分に漏れずね、また相手の味方のね、ポケモンが何が来るかとかも重要だと思いますんで、まあ、ちょっと運要素はもちろんありますんで、あと相手の技がね、何やってくるかにもよるんで、腹太鼓からの充電して、ハイドロスチームでちょっとやられちゃうかな。大丈夫かな、大丈夫かな、頼むよ、耐えてよ。うん、耐えた耐えた、全然耐えるんだ、全然耐えるんだ。オッケーオッケー。いや、つかせめて星6でもよかったよな、せめて。まあ充電して、はい、それでめっちゃ強くなりました。ここでワイルドボルトを打つだけです。あとは、はい、行きましょう、行ってきまーす。終わりー。早すぎる、さすがに早すぎる、さすがに早すぎる。オッケーオッケー、倒れたけど、まあ勝ちはしましたと。もうおっ、いや、さすがに、ちょっと、ぬるゲーすぎね。いや、6でよかったと思うんだよな、せめて。欲しい。あ、てか、こいつ、やられた時目真っ赤になんだ。まあ、それはいいや。はい、ということで、まあ、ソロでもね、簡単にワンパンできるということなんで、まあ、一応参考にしてみてください。一人一人